アウグスト・フォン・ランベルクは、オーストリアの海軍士官、海洋画家である。現在のチェコのベセリーナとモラボウ、ベシリーナド・モルボ、ドイツ語名、ウェスリー・アンデア・マーチで生まれた。祖父は、ハノーファー出身のオーストリア陸軍の軍人、ゲオルグ・ハインリッヒ・フォン・ランベルクで、おじに、ミュンヘン美術院の教授などを務めた画家のアルトゥール、ランベルクやオーストリア軍の将軍になった、ヘルマン・フォン・ランベルクがいる。 若い頃から絵を描くことが好きだったが、現在のクロアチアのリエカにあった、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の士官学校で学び、帝国海軍の軍人になった。1885年から1886年には、コルベット艦、ドナウの南米、北米の航海に参加した。1890年に、水雷、嫌いのコースを卒業し、しばらく水雷艇の指揮官をした後、 大型艦の公開誌に転じた。オーストリアの皇太子エスターイコールエステ大公が乗船して1892年から行われた巡洋艦エンプレスエディザベートによる世界一周航海にも参加した。1904年に病気のため休職し独学で海洋画を学んだ。第一次世界大戦が始まり帝国海軍の公式画家となり第一次世界大戦の オーストリア・ハンガリー帝国海軍の戦闘場面などを描いた。敗戦により1918年にオーストリア・ハンガリー帝国が解体され、帝国海軍が消滅した後は、グムンデンに住んだ。展覧会などに出展することは少なかったが1928年にザルツカン・マーグートの芸術家協会の初代会長を務めた。ありがとうございます。